はい、おはようございます。持続化給付金についての開業届と確定申告なんですけども、一番多いのがですね、事前に、書類をダウンロードして書けるところは書いて、それで持っていくということです。で、持っていくとその日だけで終わるそうなんですよ。かかってもちょっと書き直すためにもう一回次の日行くみたいな感じなんですね。で、ご質問なんですけども、開業届を税務署と県税務署に郵送したということですよね。で、確定申告は返送に時間がかかりそうなので直接税務署に持っていこうとしてるんですが、少し時間を空けてるのが良いか迷っていますと。まあ、確定申告書はすぐ出せばいいんじゃないですかね、あんまり気にしなくても大丈夫ですよ。確定申告をして、確定申告をしましたっていうのが大事ですからね。確定申告の、内容がどうだったかっていうのは、すぐは入らないんですよ。私の場合法人なんで決算ですよね。決算をしますよね。で、個人で確定申告してます。確定申告っていうのは、確定申告を受理された時に確定申告が OK ですよってじゃなくて、あくまでも答え合わせとしてはその内部調査が入る時なんですよね。で、大抵は入らない人ばっかりだと思いますので、そのまんま特にチェックなしで OK になってしまうようですけども、届く部署が違いそうなのでってこともありますけども、ここに書いてます。他の塾生さんはですね、本当にシンプルで、まあ、郵送はしてる方はあまりいないんですけども、書類を書いてそのセットで持って行って、その日のうちに終了、もしくはもう一回次の日に行って終了ということでございます。あんまり気にしなくて良いと思いますんで、もう明日にでもね、こう持っていこうと思いますって書いてますけど、明日にでもお持ちになればよろしいんじゃないですかね。お持ちになって受理をしてくださる証明かなんかがあれば、それで OK だと思います。それではまたご連絡ください。